アメリカ海軍が保有する世界で最も強力なシーウルフ級原子力潜水艦は、現在3隻が運用されていることをみんなは知っているかな？シーウルフって大ソ連用の潜水艦だっけ？ああ、大ソ連の目的で設計されたハイポテンシャルな潜水艦であり、そのコストが莫大であったことと、ソ連の崩壊によって目的がなくなったため、現在の脊柱になったと言われているぜ。最強の潜水艦って一概には言えないけど、低コスト高クオリティのものだよね。そうかもね。さて、そんなシーウルフ級潜水艦コネティカットが、2021年10月にインド太平洋地域詳細は未発表を航行中に正体不明の物体と衝突し損傷したことが明らかになったんだ。今回はこの謎の水中衝突について、詳しく掘り下げて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。10月7日にアメリカ海軍が公式発表したところによると、シーウルフ級原子力潜水艦の2番艦コネティカットが10月2日に、インド太平洋地域の国際海域イコール公海で不審な船体と衝突し、損傷を受けたとのことだったよ。アメリカメディアなどは、政府関係者の発言として、実際に物体と衝突した場所が南シナ海の国際海域だったとしているんだ。また、アメリカ海軍協会 USNI のニュースサイトによれば、コネティカットの乗組員11人が負傷したが、主要な設備には損傷はなかったようだね。実際、コネティカットは航行可能な状態であり、10月8日にグアムの米海軍基地に戻り、修理に入ったとされているよ。問題となるのは、コネティカットが何にぶつかったのかという点だよね。そうだね。この事故について、過去の同種の事故を紐解いてみると、2005年1月にグアム南方海域で起きたロサンゼルス級攻撃型原潜サンフランシスコの衝突事故があるんだ。この時サンフランシスコは、海図に乗っていない海山に衝突した結果、船体が大きく損傷し、乗組員1人が亡くなる事故となっているよ。このように、世界中に展開するアメリカ海軍であっても、本土やハワイ周辺なら把握できている状況も、その他の海域で海底の状況などと十分に把握しきれていない場所があるはずだというわけだね。いわば未発見の海山との衝突説とも言えるこの見解だけど、実際の運用ではどのように対応しているのかな？未把握の海域を航行する際、国際水路機関 IHO などが関与した国際的な海図を使うのがセオリーで、その海図をもとに危険かもしれない海域を回避するなど、ある程度の防御策を取りながら航行するのが一般的ではないかとされているよ。そして、コネティカットの事故では数人が軽傷を負っているんだ。それほどの衝撃があったということは、海山などの固定物と衝突した可能性が高いのではないかと考えられたってわけだね。事故の公式発表の際には他の船舶との衝突ではないと発表されていることから、小型の海山か水上艦艇の曳航物などにぶつかった可能性は考えられるよね。水中はまだまだ未知の世界であり、レーダーやソナーが発達したといっても、まだまだ見えない危険が多数存在しているのは事実だからな。海の全部は未だに人類が解明できていない部分だからね。例えばシャドウゾーンの存在は、多くのサブマリナーに認識されているんだ。そもそも海中は、深度に関わらず微妙に水温が上下する層があって、その影響でソナーが音源を探知しにくい場所があり、音が聞こえない場所を例えてシャドウゾーンと呼ばれているよ。シャドウゾーンがコネティカットの事故に関わっているかはわからないけど、事故が起きてもしょうがない。海底はまだまだ未知数の場所であることを示すエピソードとしては参考に覚えておくと良いかもね。では、コネティカットは一体何に衝突してしまったのかという答えを導き出そうとしている時に、あの中国が謎の対応をし始め、ネット界が騒然としていたみたい。今回の事故の発表を受けて、中国外交部報道局の趙立堅副局長が、10月8日中国はこの事件に深刻な憂慮の念を抱いているとの趣旨で、声明を発表したんだ。趙報道官は、アメリカに対し、事件発生の具体的地点をはじめとする状況の詳細を公表することを求めるとともに、いかなる衝突が発生したのか、放射能漏れや水域の環境に影響がなかったのかなど、被害の有無を明らかにするよう呼びかけているよ。同時に趙報道官は、アメリカは長年にわたり自由な航行の旗印のもとに、南シナ海の状況を過熱させてきたと指摘し、地域の平和と安定に深刻な脅威と大きなリスクとなっているとの見解を伝えたんだよね。平たく言えば俺たちの海でうろうろしてんじゃねえよといったところだろうな。自分のものって思ってるのは中国だけなんじゃないかな。今回のコネティカットが衝突した場所は、明確にどこですよとは明らかにされていないよね。でも、中国はそれを南シナ海と明らかにしているんだけど、これは、
コネティカットの動きを明らかに把握していたことを意味しているんだよね。言われてみればこれはまさか、陰謀だったりするの？確かに、日本においても周辺海域には中国やロシアの潜水艦が航行していることがあり、領海内に入ってくれば当然領海侵犯として対応することになるんだけど、公海を航行されただけでは何もできないんだ。これはあくまでセオリーとしての対応なんだけどね。実際の対応としては、尾行するな、公海からこっち側に入ってくるなよって威嚇も兼ねて、相手がどんな艦種で、どんなことを行っているのかをマンマークするわけだぜ。なぜそんなことをするのかは言うまでもないよな。抑止だけでなく相手のスペックを把握するための調査も兼ねているってわけだ。中国やロシアは、日本の潜水艦が世界トップレベルの性能を有していることを知っているからこそ、領海侵犯スレスレの声声をとって、日本の潜水艦の性能を把握するための調査を行おうとするんだぜ。日本近海において、諸外国の潜水艦がこのように闊歩するのは、お互いの武器の調査を兼ねていることもあるってことなんだね。ちなみに2海上自衛隊の潜水艦がどのような行動をとっているかは、未知数なんだ。このチャンネルの知り合いに、海上自衛隊の潜水艦乗りがいるんだけど、明日からいなくなるとも言わず、かといって少し連絡が取れなくなるなど、匂わせることもなく、家族ですら、夫が潜水艦に乗っていること、潜水艦でどこにどこまで行くのかなど、全く知る由がないらしいんだ。今日は帰りが遅いな、次の日も帰ってこないなどが続いて、ようやく出航したのかとイメージするらしいんだ。それぐらい秘匿性の高い任務を求められる、それが潜水艦の使命ってわけだね。家族は信じて待つしかないんだね。これで浮気なんかしてた日には恐ろしいことになりそう。それじゃあ、コネティカットの話に戻ろうか。コネティカットが、中国の言うように南シナ海で航行していたとすれば、何の目的であったのかな。それはもう、中国の軍事行動の監視、観察などしか考えられないよね。南シナ海は、南沙諸島を中心として中国、ベトナム、台湾、フィリピン、マレーシアなど、数多くの国が領有権を主張しているんだけど、中国は強権的な実効支配を強め、実質的に軍事力を持って南沙諸島の支配を正当化しようとしているのはみんなも知っているよね。すでに、天然の岩礁や珊瑚礁を破壊して飛行場や港湾施設を建設し、周辺諸国に対して軍事力で睨みを利かせ始めている中国。当然そこには潜水艦の存在も間違いなく存在するだろうね。潜水艦があれば、周辺諸国が南沙諸島に手を出そうとしても、先制攻撃をすることも可能だろうし、俺たちの領土に手を出すなと威嚇することも可能だから。中国は環境破壊することも意図はないんだろうね。南沙諸島における中国の覇権に異を唱えるのが、アメリカとイギリスなんだ。アメリカは世界の警察としてのプライドもあるけど、親米国であるフィリピンのバックボーンとして一定の影響を示す必要があるんだよ。意外なのはイギリスだよね。イギリスは中国と直接諸問題を抱えているけど、様々な諸問題の中で特に大きいのが香港問題となっているよ。すでに宗主国としての立場はなく、香港は中国の領土として高度な自治を付与されて存在しているけど、その香港で民主化運動が弾圧されていることから、イギリスは猶予を示しているんだ。その猶予に対して内政干渉と批判的なのが中国であり、イギリスとはバチバチとやり合っている状況だよ。イギリスが賢いのは、友好国であるオーストラリアも巻き込んで、大中国戦略を講義ていることだろうな。オーストラリアと中国は、石炭の輸出入関係で取引があったが、その関係にも亀裂が生じているぜ。中国は2021年4月、オーストラリアのスコット・モリソン首相への中国は新型コロナウイルスの起源について調査を行うべき、第三者が関与して行われるべきに発言に対して強く批判し、報復措置を取ったからね。2021年5月にオーストラリア産牛肉の禁輸、ラインなどの農産物に対する関税率の大幅な引き上げを行ったのに続き、エネルギー企業オーストラリア産の石炭を輸入しないようにに圧力をかけ、2021年6月以降はオーストラリア産石炭の輸入がゼロになってしまう事態になったんだ。なお、この動きには、友好国イギリスが一枚噛んでいる話も聞かれるぜ。このように、様々な事情が絡んでいる南沙諸島において、アメリカの潜水艦が何にぶつかったのか、そして、それに対して中国がここまで過剰反応をするのはなぜか、知識と推察力の高い皆さんなら、すでにある程度のお察しがついているんじゃないかな。中国が威嚇と監視を兼ねて、アメリカの潜水艦に接近したとしたら、接近しすぎたということは十分にあり得るが、もちろん、
アメリカ側が中国の潜水艦に近づきすぎたという考え方もあるだろうな。お互いに相手の潜水艦のスペックを知りたいと接近しすぎれば、こういう事故があるだろうぜ。アメリカだって世界の警察として、これ以上中国の横暴を無視するわけにはいかないもんね。本土より離れた南沙諸島でアメリカが直接軍事力を誇示したのは、日本にとっての有益な状況だよな。アメリカは、中国の領土に対する覇権主義には対抗する、ということは、尖閣諸島も同様に対応してくれることを明らかにしたわけだからね。日米安保条約が強固な同盟関係であることは、誰しも疑わないところだけど、その対応方法はどのようなものなのか、という点においては不安があったんだ。その点、今回の事故は、今後のアメリカの姿勢、特に対中国に対する姿勢を明らかにしたものとも判断でき、日本としても大いに勇気づけられる対応と言えるのではないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。